テールズオブシリーズテールズオブシンフォニアラタトスクの騎士テールズオブシンフォニアラタトスクの騎士マイナスは2008年6月26日にバンダイナムコゲームスから発売された Wii 用の RPG 交渉ジャンル名は響き合う心を信じる RPG テールズオブシリーズの一つテールズオブシンフォニアの2年後の世界を舞台とする続編主人公などは一新されるが 前作のキャラクターも一部サポートメンバーとして登場。ラタトスクコアをめぐる戦いが本作のテーマ。2013年10月10日には本作品とテイルズ・オブ・シンフォニアを同時収録したプレイステーション3用ソフトテイルズ・オブ・シンフォニアユニゾナントパックが発売された。敵が画面上で一定のシンボルとしてうろつき。 接触すると戦闘に入るシンボルエンカウント方式を採用。接触した時の両者の方向関係によって戦闘開始時の展開が変化し敵に背を向けた状態で接触した時は一定時間行動不能などになり敵からの先制攻撃を受けやすくなる。ただしその逆もある。フィールドやダンジョン上同行できるパーティーの人数はシリーズ最大の10人である。 新しい要素として魔物を仲間にしてパーティーに加え育てることが可能。魔物は料理を食べさせることによってステータスアップや進化させることもできる。戦闘システムは FRELMBS。FR テールズオブジアビスに搭載された FRLMBS をベースとし、新要素として戦闘フィールド上の属性を示すエレメントグリッドを追加。 前作に存在したユニゾンアタックも引き継がれている。ロイドたちの活躍によって世界があるべき姿を取り戻し、新たな大樹が蘇って2年。平和を取り戻したかに見えた世界には、統合によって発生した異常気象や環境の変化、文明レベルの違いなどから衝突や差別などが起こり、一部のシルバラン島人は次第に世界統合を行った。 再生の巫女、コレットや、彼女を取り巻くマーテル教会、テセアラビトを憎むようになっていた。やがて、シルバランとビトを守るためのレジスタンス、運動組織である、バンガードが結成される。ある日、地の粛清と後に呼ばれる、バンガードと、マーテル教会との衝突で、多くの人々が殺される事件が起きた。その事件で両親を殺されたエミルは、リヒターやマルタ。 センチュリオンテネブラへと出会い、首謀者とされているロイドの死にそして、ラタトスクコアを巡る戦いに巻き込まれる。エピソードは9章に分かれており、第1章、響き、届かぬ、世界、第2章、風、波立つ心、第3章、昨日の足跡、明日への足音、第4章、光と闇とグミと、第5章、真実の仮面、偽りの素顔、第6章、 黒い予感、第7章、読み返りし、記憶の果てに、第8章、永遠の絆、第9章、思い、響く時で構成されている。クラトスを除き、一部のイベントで、パーティーとして加入する。また、一部キャラの身長や、体重こそ変化はあるが、グラフィックは、前作のままである。それぞれの属性のラテン語が用いられている。 2013年10月10日に発売されたテイルズ・オブ・シンフォニア・ユニゾナント・パックに収録。制作は2006年頃からスタートした。シリーズに多数登場するモンスターを使用して何かできないかという話があったところ、2005年発売のテイルズ・オブ・ジアビスのモンスターのデザインが好評だったこともあり、本作の制作が始まった。 シリーズに求められるストーリーやキャラクターのことも考慮した結果、世界で人気が高いシンフォニアをベースとすることとなった。タイトルをシンフォニアにとしなかったのはシンフォニアのユーザーが安心できる要素を強めつつも仲間モンスターといったスピンオフ要素も含んでいるため、キャラクターデザインをシリーズのサブキャラクターを多数担当する奥村大吾が担当しているのは 本作のチャレンジの一つ。パッケージイラストでシンフォニアのキャラクターを奥村が描いていることについて、シンフォニアのキャラクターデザインを務めた藤島康介は彼が描くのならばいいよ、とコメントしたという。作品の分類について、本作の発売前に、プロデューサーのゴーダ・トム及び制作プロデューサーの小西明氏、は、マザーシップタイトル、エスコートタイトルという概念は、 持っておらず、ユーザーに判断してもらうことを発表していたが、後に本作品をエスコートタイトルに分類されている。2020年にマザーシップエスコートという分類は廃止された。発売初週には15万1138本を販売し、サードパーティー製のソフトとしては、ドラゴンクエストソード仮面の女王と鏡の塔に次ぐ、高スタートを切った。 Wii 本体の販売も牽引した。みんなの任天堂チャンネルのみんなのおすすめにおいてはブロンズランクを獲得した。ありがとうございます。